この騒ぎの真意を問いただします。諸本陣へ向かいましょう。何を考えとるのやら。次第によってはただではおかんぞ。あれこれ考えるのはリクソンに任せた。これは対話のために出場する。蹴りをつけよ。やがったな裏切り者ども。僕も抜け抜けと姿を見せられたもんだ。こたびの武器安価しうるものではござらん。覚悟してもらおう。これでは対話になりません。では力ずくで冷静になってもらいましょう。くれるわ。リ
よ。拙者、出直して前へ。敵将、討ち取ったぞ。なんと、こやつ、中央の高台を取るつもりか。さすが赤子。五の軍師は、どうあがくのか、見物ね。守りきれたか。これで義への進行も順調にことが運ぶな。みんな、よく持ちこたえた。さあ、これよりは攻勢に転じるぞ。元令、本家様の軍が到着いたしました。おお、やらいでか。義の者どもよ、今後の力、思い知れ。よし、こっからは攻めの戦だな。待って目立つぞ。捕まえてやる。三剣が見えてくるなんて。その首、私がもらってあげる。私たちの武勇を示す時。トマさん、皆さん、殿に続きましょう。どうよ、義の奴らに人を吐かせなきゃ収まらねえぜ。捕まえてやる。反省しろ。うん、関係の軍、真っ当なる武で打ち砕こうぞ。顔を寄せて、お見事です。さすがですね。頼りがいがあるって感じです。よっこらしょ。私が不甲斐ない策に援軍感謝します。ありがとう。はい、お前の助け心から感謝する。
さぶりだ。このまま魏の本陣を攻め落とすぞ。ここを抜かれては都合が悪い。消えてもらおうか。しまった、敵がいたか。冷静に対応し、被害を最小限に食い止めよう。孤独に追いたくて一人なの？かわいそうに。